99代内閣総理大臣に指名をされました菅義偉であります。日本の未来はこの男に託された。菅義偉、空手の達人であり叩き上げの苦労人と呼ばれているが、今官房長官が答えたことと一緒であります。これは報道では決して映し出せない首相の素顔に迫るドキュメンタリーである。国丸ごと私物化するじゃないかと思う。議論は噛み合っていない。選挙はね、おかしいのに勝っちゃうわけですよ。シニカルな視点で日本を切り込む。彼らはすぐ忘れてくれるから。官僚たちに話聞くと菅さんのことはバカにしてるんですよ。タイは頭から腐る。パンケーキを毒味する。こんな日本に誰がした。